超朗報途中離脱が発表された伊藤純也 JFA が離脱を撤回きたー。 JFA 日本サッカー協会は FW 伊藤純也について緊急でブリーフィングを行った。伊藤については2月1日週刊誌報道を受けアジアカップ離脱が発表されていたが、直後に訂正を発表。本日2月1日離脱しないことになりましたとし、ナショナルチームダイレクターを務める山本昌邦氏は次のように説明している。アジアカップで優勝するためにどう戦うかという議論を深めました。その結果、伊藤選手と共に戦いたいという意見が多く出ました。その上で会長に相談し、伊藤選手を残すことで調整するという判断になりました。それが現状の報告となります。また今回の件に関しては双方の言い分にズレがある中で事実関係を確認している状況ですので、こちらからの発言は控えたいと思いますと慎重な姿勢を示した。また伊藤本人から話を聞き取っていると認めつつ、協会としての意思決定は専門家も交えて現地時間2日になるという。 IJ 復活きたー。よくやった。 JFA 大好き。これで優勝いけるな。急遽撤回ってことはなんか動きあったんやろな。おじゅんの復活マジで嬉しい。 JFA はそれでいいスタメンで、なんなら使っても日本国民みんな支持します。本来離脱する必要がないからね。ジュニア頼むぞ。代わりに新調さんは離脱してください。今すぐに。大方スタッドランス側が本人は潔白を訴えている以上、我々は推定無罪の原則にのっとり起訴されるまでは伊藤ジュニアを試合に出すという方針にしたということを聞いて方針転換したんだろう。多いかった。すごいで弁護士仕事早い。どこの国籍の女さんなのか知りませんが、偽証があるならとんでもないことになりますよ。私も騙された話でお願いしますね。それと記者さん、世界のサッカー界を敵に回しましたよ。このニュースを日本メディアより早くフランスなどの大手メディアが報じてることがどういうことか、身長と女は分かった方がいいね。松本や山川みたいに国内で済む話じゃないからな。国際的なスポーツの日本代表の影響力をなめんなよ。どこかの国の陰謀かと思ったわ。代表からジュニア抜けさせるなんて、 JFA が守らないでどうするよ。とりあえずよかった。アジアカップ優勝フラグが立ったな。 JFA よくやった。本日はがちょっと気になるが。